旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。ああ。あっしはね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ、いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。
ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、竜院の力を利用するというのですか。いかに力を得るとて、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるな。私は、人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見よ。もはや尋常の術では。アシナは守れぬ。私は健一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬ。目から随分と立ち我が目と見られる。見ろ、大手門に呪しが上がっておる。刑部様か。ああ、まさに鬼刑部。あのお方がおれば、アシナもまだまだ安泰よ。おい。お前。
木陰よ、かわいそうなオラの馬子よ。やつら、バクチクなんぞで脅かしよって。死んじまったな。死んじまったよ。
は将軍正隆なり。大手門、この行部が倒産。鬼行将軍正隆なり。大手門、この行部が倒産。
行分まず。ついでは死ぬるぞ。ワッパー。
何をしている？ああ、あなたですか。竜害の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい。咳と共に出たものです。血の色がわずかによどんでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか？竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。お前さんも来たのか。にぎやかな子って。物資殿。はい、リュウ。そこもそれがしを、この野手げそこ、また来るがそこ。
には行部正隆なり。大手もこの行部が倒産。鬼行行分正隆なり。大手門生徒は死ぬ。
我鬼は行分正隆隊大手門東門行くぞ鬼影行分正隆なり大手門you
行部正隆なり。大手もわしめる。
狼殿、よく参られました。調べのため物資殿の他にもお願いし、では お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義春の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。はい、リュウ。そこもとか、それがしを。この野手ゲン、そまた来るがいい。そこも
供養いかがかね。供養さよ、死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者があるところ、また供養集あり。どこへ行こうと、ご供養を欠かさぬようにの。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び騎士とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。
ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。切ってまいれ。さすれば、お主の…あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあもう行き。ババが何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。さあもう行き。ババが何を語ろうが、あんたそういうも。
切ってまえ。さす。一心の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎が折れど、アシナの国、長くはなさそうだの。して、もう一つの任は。城の蛇谷の側が、黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な、生中にはやれぬぞ。
死をもらうぞ。狼殿、よく参られました。手に入れた血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかによどんでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。いただいた血の塊で竜、また戻った時に期待していでは。
おう、ネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これはアシナ流じゃ。流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。アシナ流、流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただネズミ狩りに馬場が何を語ろうが、あん、そういう。死者たちに行こう。
当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。